ってなんか汗かいてない？若干恥ずかしい。初のお年がありがとうございます。これをなんか ちょっと待ってください。左右やってみていいですか？幼稚園児部屋みたいな。一人暮らしの自宅から無音で見ております。どうして？それは勇気持って音出してちょうだい。チンアナゴありがとうございます。ひょっとしてチンアナゴって二色展開ですか？そんなことない。なんか牛柄じゃなかったっけ？初の年はありがとうございます。これをこうするじゃん。28日の声投げありがとうございます。皆さん声のスケジュールはもうご覧になりましたか？9月1日までのスケジュールをが公開されたんですけれども、私28日4公演でございます。 皆さんが大好きな4公演です。いかがですか？おいでなさいと言われた気がしたので来ました。ありがとうございます。 とんでもない言葉遣いをしてしまってごめんね。まあ恋じゃないですか。 恋じゃん。なんかこれ、これでやろうかな。どう？変ですか？変ですか？これでクルリンパをするだけなんですけど。皆さん29日はいらっしゃいますか？あ、28だっけ？ 28 です。さんさん、これです。こんな感じ。これちょっと地味な早アレンジだけど、これするとね、めっちゃ耳かきみたいな、髪の毛が落ちてこないからおすすめ。まあ、長髪の方に、そうだね、ちょっとそんな結ぶ髪がないっていう方、ごめんなさい。あ、かわいい、ありがとうございます。コツはね、斜めに切り込むことです。よいしょ。お、うまくいった。この間さ、またこう2分ヘアアレンジなんですけど、この間これやったらさ、みんなに好評だったので、またやりたいなと思っていて。髪伸ばすぞ、頑張ってください。うん、ありがとうございます。かわいいもありがとうございます。かなか通気性はどうですか？めっちゃいいよ。ここら辺超スッキリする。でも後ろはね、ここ通気性悪いので、ちょっと公園には適さないかなと思うんだけど、だから秋になったら公園でこの髪型します。8月28日はまだ夏です、私にとって。いや、一般的に夏だけど。どう？ちょっとボコッとしてるけど、まあショールーム画面越し、画面ごめん、ん画面で見る分にはまあいい感じね。あ、いいね、ありがとうございます。よし、今日はこんな感じのヘアスタイルでお送りしていこうと思います。サメ活な公演楽しかったですよ。久しぶりにゆめちゃんに会えて幸せです。ありがとうございました。どうしてお久しぶりだったんですか？私はもっともう毎日来てほしい。5番ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。よし、お待たせしました。ちょっと高さが違うけど、そんなことは見なきゃいいんです。目をつぶっていれば割れません。
今日顔盛れない、顔盛れないからなんかつけよう。これ小顔最大。やめたやめた。なんだろうね、顔がちょっといつもと違う。現実に戻ってごめんなさい。すいませんでした。初のお年をありがとうございます。なんだろう、なんだろう、なんか顔が違う。いつもより柔らかい感じがする。あら、お上手、お上手というか、いいふうに言ってくださるじゃないですか。でね、今日は、今日も今日とて刺繍メタを進めていこうと思うんですけれども、あれ、あ、なんでもないです。ちょっと見た感じわからないかもしれないんですけど、昨日から進めたんです。ちょ、見た感じちょっとわかんないかもしれないけど、そう、昨日は多分ね、このね、この線あるじゃないですか、たくさん、多分この半分ぐらいしかやってなかったんですよ。だけど昨日の夜終わってから、この補助線って言って、補助線って言って補助線があるんですけど、補助線があるんですけど、その補助線を全部埋めて、耳のね補助線も埋めて、あとこの顎の白い毛を生やしましたっていう感じです。だから結構進めた。そう、昨日さ、昨日私実はショールーム終わってから2時間ぐらい一人でずっと黙々と部屋の隅っこで刺繍をしてたんです。2時間の成果がこれです。すごくね、私初心者だから時間がかかってしまうの。ということで、まあ進めていこうと思います。あ、テロップありがとう。だから気づいた人がさ、入れてくれたらよくない？テロップ、冗談ですよね、冗談です。なんでさ、気づいたら入れてくれたらいいじゃん、テロップ。冗談です。なぜ隅で、わかんない、落ち着く。部屋の隅っこが一番落ち着く。え、待って、説明書、あ、あった。オルタネイティングステムステッチでしたっけ？そうです。私も言えるよ。オルタネイティングステムステッチ、ほら。で、どうすればいいんだろうか。オルタいいね。もう諦めたでしょ。オルタネイティングステムステッチっていう名前だけは難しい刺繍、うん？ステッチを、縫い方をしまして。でもね、このお顔をね、全部ね、オルタネイティングステムステッチで埋めていくの。どうすればいいんだろうか。とりあえず埋めていこうと思いますね。さてと、お顔は何色ですか。842番、あ、皆さん昨日のツイート、リツイート、リプライ、いいねしてくださった皆さん、ありがとうございました。かといってスタッフさんから、スタッフさんから何かお言葉をいただいたわけじゃないんですけど、私が協力を仰いでご協力くださった皆様、ありがとうございましたって言って、まだしてくださっていない方を、してくださっていない方の
なんて言うんですか、肩身を狭くする作戦。ありがとうございました、皆さんリツイートしてくださってね、リツイートしてくださってない皆さんも。ちょっと待って、待って、どんどんさ、私さ成長してる気がする。一発で糸通しできるようになった。チアナゴありがとうございます。フルコースいっときました、ありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。そう、でもさ、私もさ、ステージ写真を見て、私ってこんなにブスな顔で踊ってるんだってちょっと悲しくなったんですけど、でもいや慣れだと思うんですよ、ああいうのって。あ、ウマありがとうございます。シェルもありがとうございます。ああいうのはね慣れだと思うんですよ。私いつもさ、あの気づかなかったんですけど、私めっちゃ眉毛上げて歌ってるんですね。歌ってるとかパフォーマンスしてるんですね。なんか私5枚いただいたんですけど、写真を5枚中5枚全部ねみたいな顔で歌ってて、写真見ていただけたら分かると思うんですけど、全部ねこういう顔で歌ってるの。なんだろうね、私笑うと眉毛上がっちゃうのかな。でも慣れだと思うんですよ。慣れたらもっと可愛く映れると思うんです、私でも。だからそのためには皆さんの反応、とってもいい反応をいただいて、スタッフさんにまた撮っていただくしかないですよね。そう、あれは皆さんからの反応が良かったらまたやってくださるそうなので、本当に皆さんにかかっています。皆さんのお仕事です。不正写真っていいですよね。生誕祭とかじゃないとなかなかないじゃないですか。可愛い、ありがとうございます。だからそう、あげるか迷ったんですよ、あまりにもブサイクだったので。だけどまあいっかと思ってあげちゃった。これからね、あの可愛い表情で撮っていただこうと思って。でも私はね、すごくどの楽曲のどの写真なのかめっちゃ気になって、めっちゃ考察してみたんですよ。絶対にこれはユリカだと思うの、僕らのユリカのここだと思うの。こういう写真あったじゃないですか、絶対これはね僕らのここだと思うの、わかる？僕らのユリカのここだと思うの。あんな振り付けあったっけと思って、1枚目かな、あれが一番燃えした。ハートありがとうございます。あと初恋の鍵、ハートありがとうございます。でもいいな、歌ってる時の顔可愛くなりたいな。あ、皆さん生誕レポートは見てくださいましたか、私の。なぜか曽我部夢の生誕祭じゃなくて草壁愛菜の生誕祭として挙げられてたんですけど、あ、全部保存してありがとうございます。メールにもね、あのなんていうんですかね、使わなかったカット2枚送らせていただいたんですけれども、初見です、ありがとうございます。ようこそおいでなさいませ。すっごいたくさん写真を撮っていただいて、 NGT モバイル会員の方限定で見られるんですけれども、ぜひ見ていただきたい。私がもう本当にもうがっつりカメラ目線でピースしてる写真もあるので、ステージ上で
結構ステージ上の写真でがっつりカメラ目線って珍しいと思うのですけれども、そもそもステージ写真っていうのがあんまりないですしね、公演だと。なんでぜひまだ見てないよっていう方はモバイル会員になってください。初見の方ありがとうございます。タコありがとうございます。同じ5文字だから気づかれない人多分そうなんですよね。アイナも名字が3文字で名前が2文字じゃないですか。しかもベベコンビなんですよ私たち。名字の3文字が名字の3文字目が名字の3文字目が部屋の部って書くんですよ、部活の部。ベベコンビ草壁そがべ。しかも名簿も近いし、まあ間違いやすいよね。5文字目草冠だし、ブシュアイナのなと夢の目、まあ間違いやすいよね。しかも愛と優しいだし、ね、似てるような、に似たような感じだもんね。そうそう、ガベと壁なの。私結構アイナに運命を感じてる。タツノオトシゴありがとうございます。そう、私今日インスタグラムに写真をあげたんですけれども、見てくださいましたか。シェルありがとうございます。私あの画像を投稿したと思ったら投稿してなくてごめんなさい。とそう、投稿したと思ってた写真なんですけど、だからもう完全に加工も、加工じゃない編集、なんていうんですか、色味の調節とかももう終わってたんですけど、あれ投稿したと思ってたら投稿してなくて、前回の生誕祭の投稿からもう1週間ぐらい経とうとしてて申し訳ない。頑張れ。そこでか、いいか。あ、ちょっと違った。バルーン持って帰らなかったの。あのね、もらえなかったんです。私なんだろう、ちょっと待って、寒いからエアコンあげるね。あのね、え、待って、反応してくれないよ。よし、かわいい、ありがとうございます。私もね、後日受け取れるかと思ってたんですよ、ディスプレイとか風船の、あ、じゃないや、お花とか。でも生花、生花、生花じゃないですか、なんて言うんですか、生きたお花じゃないですか。聖火、ありがとうございます。聖火じゃないですか。だからあれ当日に受け取らなくて大丈夫なのかなって思いながら帰ったんですけど、そう、未だに受け取れてなくって、ひょっとしたらバルーンってもうしぼんでるのかなって思って、私は結構心配してる。あれ欲しい、あのバルーン、ドリーム19って書いてあるの。シェルありがとうございます。あのね、あのバルーンがめっちゃ夢だったんです。私なんかもともとさ、こうアイドルが好きだったからさ、こう生誕祭のスタンドフラワーとかにさ、あのついてるじゃないですか、あのバルーンって。だからすっごい憧れてたんです、私あれを持って帰るまでのワンセットに。そしたら未だに受け取れてないの。受け取れるかな、でも勇気ないの、くださいって。
もらえるかな。28日に劇場行ったら言ってみよう。しぼんでる？今しぼんでたら私じゃあヘリウムガス買ってくる。あ、ヘリウムガス買ったら浮いちゃうか。もう自らの力で膨らませる。そう、でもさ、そのディスプレイもいつ私は持って帰れるんだろうってワクワクしてるんですけど、ワクワクっていうかそわそわしてるんですけど、みんなにさ、ディスプレイちゃんと持って帰ってねみたいな私お持ち帰り芸がすごいので、何でも思い出にとっておきちゃい、置いちゃいたいタイプなんですよ私。っていうのも中の人が分かってくださってて、77日前イベントあったじゃないですか。65日前、あれ75日前だ75日前イベント、ジャイマ動物園さんの開園イベントの時のフリップも中の人がくださって、私に「宗衛さん持って帰らなくて大丈夫ですか？」って「ああいただいてきます」みたいな。でもあのボールさすごいよね、あのカラーボールどうやってあんなに集めたんだろうそこじゃない多分だるまありがとうございますでも二十歳の誕生日も楽しみ。私二十歳まであと8ヶ月もあるんですって。今8月だよね、90日に、7ヶ月だった、あと7ヶ月だ。ゆな子がねあと1週間で二十歳なんですよ。もう羨ましくてしょうがない。なんか私19歳がずっといいな、19歳じゃないの、18歳がずっとね憧れてたんですよ。18歳でずっと泊まっていたいなって思ってたんですよ、18歳の時から。だるまありがとうございます。人でもありがとうございます。あれ足がしびれた。そうそう、だけどなんか19歳になってからさ、すごく中途半端な年齢じゃないですか19歳って。それなら早く二十歳になりたいなっていう気持ちになってきて、今まで散々年取りたくないって言ってたのに、こんなもうこんなもうなんかもう若造が何言ってんだって感じなんですけど、ずっと10代のままでいたいなって思ってたんですけど、いざ同い年が二十歳になる瞬間をさ、なんかこう今の目の当たりにするとすごく悔しくなってきて、なんで私は早生まれなんだろうって。お花ありがとうございます。ねこれさ触れていいのかな、私めっちゃゴタゴタしてる。待って。
コメントが消えてしまった。え、待って、あれ、私今コメントが消えちゃった、ごめんなさい。そうですよね、私ごめんなさい、この方のプロフィール見てたらコメント消えちゃった、ごめんなさい。今あれですよね、ごめんなさい、今頑張ってくださいのコメントしか今残ってなくて、どうしよう、ごめんなさい、ありがとうございます。え、そう、名前、お名前が、お名前で私ピンときたんですけど、ごめんなさい。ごめんなさい、今いただいたコメントが、ね、消えてしまって、雪やこんこですっていうコメントを今拝見したんですけれども、一瞬で消えちゃってごめんなさい。皆さんの画面上には残ってるかな、私の画面でね、今頑張ってくださいっていうコメントしか見えなくてごめんなさい。お花ありがとうございます。あ、見えてる、見ててな、大丈夫で、ね、よかった、ありがとうございます。ちょっと今すごいちょっと手が震えてるあのね、私が先日勝手に、もう本当に勝手ながらご紹介させていただいたんですけれども、どうしよう、今すごい手が震えてるお花ありがとうございます。どうしよう、今手が震えてるあのですね、私の地元の長野県上田市が地元なんですけれども、私が高校生の頃地元に住んでいた時に、お邪魔したことのある、あの雪屋こんこさんっていう上田駅の前にあるかき氷屋さんなんですけど、どうしよう手が震えちゃう、うまい、ありがとうございます。そう、かき氷屋さんがねあるんですけれど、そちらの方ですね、ありがとうございます手震えちゃった、わかる、ちょっとどうしよう手震えちゃう、こんなに、なんて言うんですか、こんなにオフィシャルみたいなオフィシャルのショールーム、緊張しちゃう、どうしよう緊張する、あ、うまい、ありがとうございます、だるまもありがとうございます。私が本当にもうつい先日なんですけども、拍手ありがとうございます、ハートも、あ、小判もありがとうございます、すごいすごい、たくさんギフト投げてくださってありがとうございますハッシュタグ上田市長への道、目指すところはそこなんですね私そう、私あのね、何度か家族で食べに行ったこともあって、そうなんですよ、すごい、待って手が震えちゃう、ありがとうございます、あ、間違えた、あれいつだっけな、でも写真撮ったかわからないな、ごめんなさい。その頃はさ、全然上田市出身っていうことを公表していなかったので、今すぐ出てくる自信がない。トロトロパンケーキ、そう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 、また来てね、ありがとうございます、皆様にもよろしく、ありがとうございます、見てくださってありがとうございました。ちょっと手震えちゃう、これからさ、なんて言うんだろう、今まではさめっちゃもうドスッピンで、もう超ジャージみたいな格好で行ってたけど、これからもう本当にもうなんかもうワイシャツスーツみたいな、もうがっちりメイクみたいなで行かなきゃ。愛さんありがとうございます、夢活しに来てありがとうございますすごい、ありがとうございます。手が震えちゃう、もう本当に上田市、いや上田駅から本当に近いので、いやもう2分で着きます上田駅から。
2分もかかる、1分で着く。明日早速すごい、さすが。ありがとうございます。もうそう、皆さんがこう拡散してくださったおかげで、私自分から発信できなくってごめんなさい。皆さんありがとうございます。駐車場ありますか？あるようなないような、どうだろう、ちょっと調べてみよう。でも電車で行けば大丈夫、そういう問題じゃないんですよねきっと。あるように止めるですって、電車で行けばもう車なんて必要ありません。あ、駐車場ないそうですね。アリオから歩いても5分、あ、だそうです。いや、アリオから歩いたらね、2分、それ走ってる。でもアリオ行ったら迷子になっちゃうから気をつけてください。アリオの駐車場迷子になる。最初に初めて上田来た時、アリオ入ろうとしたんですけど、家族でもう駐車場がモンスターレベルに広くて分からなくて入れなかった。アリオって駅から近いのか。そうですね、なんかなんだろう、電車の中から、電車でなんだろう、めっちゃ面白い例えをすると、長野駅から電車で上田まで来るとするじゃないですか。だんだんなんかさ、電車ってさ、駅に近づくにつれてゆっくり走行するじゃないですか。当たり前なんですけど、じゃないですか。そのゆっくり走ってる間に、窓から、その電車の車窓からアリオがゆっくり見えるぐらいの近さ。ちょ、伝わる？ すっごい伝わりにくい言い方しちゃったけど、っていうぐらいの近さです。あ、もうすぐ上田駅だな、ゆっくりになってきた、アリオだみたいな感じ。お店にゆめさん PR コーナー作る、本当ですか、ありがとうございます。え、びっくり、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。そんな、え、どうしようどうしよう、本当にスーツで行かなきゃ。どうしよう、でも新品の、もう新品のスーツで行かなきゃ。ありがとう、ありがとうございます。アリオって何？あの、ショッピングモールですね。あのですね、あの上田市にはアリオとイオンっていう、もう双子がいます。スーツで行きます。皆さんもなんだ。ありがとうございます。ちょっとNGT のスタッフさんにもお伝えしておきます。お伝えさせてください。私の一存で判断しかねることが多々あったりするので、申し訳ないんですけど、ちょっとスタッフさんにお伝えさせていただきます。ありがとうございます。え、本当に皆さんのおかげですね。拡散してくださった皆さん、ありがとうございます。スーツで現れたら探した。逆にはずい、家から上田駅まで2時間40分なんて。大丈夫？家バレちゃわない？大丈夫？
クソようで伺いません意識が高いこと。どうしよう、またさ今度さ実家に帰った時にもう本当にもう完全にプライベートで食べに行こうって思ってたんですけど、もうめっちゃ清掃で行かなきゃ。どうしよう、上田の洋服の青山でスーツ買ってかなきゃ。初めてのスーツ、私スーツ持ってたことない。俺は3時間40分やから、別にみんなのさ、みんなの家の距離別に聞いてないんですよね私皆さんよろしくお願いします。上田からゆめさん応援します。ありがとうございます、嬉しいです。すごくすごく今ね緊張してめっちゃ手震えてる。伝わりますか、このめっちゃわかるちょっと震えてるの見えないかな、見えないかもしれない水曜ジャージどうしよう、今下ジャージ履いてるのバレてるのかもしれない。私は今日も元気にアリジャです。あ、見えます、手震えてるの。私めっちゃもうさ常に手震えるんですけど、なんか公演の時とかめっちゃ手震えちゃうんですけど、それと同じぐらい震えてる。実習が進まない、配信終えた後でも一人で勝手に進めます、ご安心を。絶対に大丈夫、絶対に21日までに作ります。最寄りから上田駅まで新幹線で4時間半で特定されちゃわない、大丈夫？4時間半、4時間半、すごいですね。4時間半かけて上田まで来てくださったらもうそれは完全にゆめちゃん推しですね。これはかき氷の刺繍ですか、私どうしよう、今もしかしたら脳内で勝手にかき氷の刺繍作ることを指令してるかもしれない、手に。どうしよう、完成したの見たらかき氷だったみたいな。徒歩で39時間、それはね特定しかねますね、ちょっと難しい、結構広範囲。嬉しいですね、こうやって地元の方に応援していただけるって。そう、前そのね地元のお店にフォローしていただいた時に母に報告したんです。そしたら喜んでた。そう、雪谷こんこさんにフォローしていただいた時は母が先に気がつきました。なんで今より先に母が気づいてくれて、めっちゃもう LINE めっちゃ来た。去年上田遊び行った時、ゆめちゃん地元なんて夢にも思わなかった。そうですよね、私でもさ今までずっとなんだろうな、新幹線のお話とか軽井沢のお話とか長野市とかお蕎麦とかいろいろ言ってたんですけど、だからそういう東進なんて言うんですかね、長野県ってその北進東進南進があるんですけど、東進なのかなって感づいてた方も、こうローカルなのでちょっとなかなかあれなんですけど、気づかれてた方もいたりいらっしゃらなかったりみたいな。
そう、新幹線じゃなくって特急なんですよね、あの松本とか。ハートありがとうございます。これ結構メンバーに言うとすごくびっくりされるんですけど、な、東京から上田って新幹線で90分なんですよ。近くない？すごくびっくりされる。ハートありがとうございます。人手と花束ありがとうございます。アクセスはねバッチリですよ皆さん。長野市じゃないのは知ってた。あ、本当ですか。長野市は母の地元ですね。これ結構もうバンバン言ってるんですけど、最近辰野田所ありがとうございます。そう、上田市は近菜のね、住んでるじゃないや、近菜の地元の三代田と奈々子さんの地元の長野市の真ん中ら辺にあるので、どっちの話にもすごくめっちゃ参加できるんですよ。ローカルなお話ってあるじゃないですか、地元民しかわからないような。その話どっちも参加できるの、上田市民の強みです。 NGT メンバーのどうしよう、 3期生が募集とかになってさ、松本市のメンバーとか来たら。辰野田所ありがとうございます。東進だと思っていました。喋り方でそうなの？え、東進の訛りってあるんですか？私でもどちらかというと方言だと、私多分北九州弁かもしれない。てか北九州弁しか喋れない。長野弁、長野の方言はあんまりわからない。かわいい、ありがとうございます。刺繍メタあざとい、本当にありがとう。それは褒めてくださってますよね。ね、でそう、あのさ、今までさ上田氏のことをさ公表してなかったので、どうにかこうにかどこの市出身か分からせないように頑張ってたんですけど、可愛い、ありがとうございます。シェルもありがとうございます。今なら言える話なんですけど、なんか南信の方って静岡とかに、静岡だっけな、に近いからなんとかダラって言うんですって。なんとかダニーとか、そうで、なんかこう人に長野県の方言って何かあるのって言われた時に、あ、なんとかダニーとかなんとかダラーはね、なんかそう、あのおばあちゃん世代の人がいますねみたいな答えてた。で多分それ南信の方なんですよね、きっと。南信の方の方がそういう方言を使われるらしいです。私は使ったことないんですけど、おばあちゃんが使ってました、長野市なのに。どうにかバレないようにしないとって思ってて、だから今はめっちゃ言えて気が楽。あ、するしない、めっちゃ言うね、人いるますね。あ、するしないね、なんかね上田の子供たちが使ってましたなんか例えばドッジボールしたい時とかあるじゃないですか。ドッジボールしないって友達に聞くときに、ドッジボールするしないって言うんですよ。なんでするをつけるのかわからないんですけど、するしないって
上田の子供たちが使ってて私も使い始めました。でも忘れてた、今まで思い出した。皆さんもぜひ上田市民っぽく話したいと思った時はするしないって言ってみて。どっちやねんってやつです。それ奈々子さんはおっしゃってた気がする。するしないって何みたいなって言ってましたね、確か。するしないよ喋って、上田民ごっこするしない、ややこしいわ。いやするしないって言ったらね、上田市の人から、上田市かな、長野県の人から見たら、あ、この人同類だって思われるかもしれないですね。あ、皆さん、10時50分になったら教えてください。おメールを書きます。ハタありがとうございます。あ、人でもありがとうございます。さすのとしごもありがとうございます。私最近おもながになったんです。この間のね、公園の写真見てて思ったんですけど、私顔長くなった気がする。顔長くなったし身長縮んだんです。私絶対身長縮んだ。身長縮んだってさ、いやだよね。私は161センチを維持したいんですけど、そう、あのね、ファンの方から上田市のおすすめスポットをたくさん教えてほしいなっていう声をありがたいことにいただくんですけれども、ごめんなさい、どこまで聞こえてましたか。糸通しタイムに入ります。一本しか入らなかった。あ、そうそう、上田のね、上田のスポットを教えてほしいってよく言っていただくんですけど、私がこれおすすめスポットっていうかあれなんですけど、私が去年行った、去年だっけ、去年、いや去年帰らなかった気がする、一昨年かな、の初詣に行った場所を紹介するんですけど、私初詣は生島垂島神社っていう上田の神社に行きました。おすすめスポットなのかわからないけど、皆さんも来年の初詣はぜひ行かれてみてください。あと北向き観音も行きますね。どっちも結構ちょっと駅からは遠いんですけど、別所線で行くところ。だるまありがとうございます。そう、今はちょっとわからないんですけど、あの屋台がね出るので、私が好きな、なんていうんですか、ポイント
人でありがとうございます。私が好きな推しポイントは屋台が出るところ。生島田の島神社で妹の七五三、すごい偶然、奇遇ですね。そう、あ、そうそう、樽島の字がね、足って書くんですよ、あのフットの足。そう、上田市民といえば私はそこだと思ってます。善光寺はねちょっと遠いんですよね。だから七子さんの基準ではもう善光寺、もう長野県民は善光寺みたいな感じらしいんですけど、上田市民、いや私、もう私個人からするともう生島樽島神社、北向観音です。二大巨頭です、私の中の。タコありがとうございます。懐かしい、加入前はそのなんていうんですか、初詣に北向観音に犬を連れて、犬と一緒に初詣に行ってた記憶があります。モカちゃん、モカちゃんはいい子なので人混みにも連れて行ける。カニうまいだから中3とかかな、わかんない、中3ですね多分。なかなか加入してからは初詣の時期にあんまり帰れていないので、実家に、そもそも初詣すらもう三が日はもう丸々家で過ごしちゃうタイプなんですけど、そもそも。嬉しいね、こうやって地元のお話ができるのって。でもさ、長野県に住んでいらっしゃる方はさ、なんかあるあるみたいな思ってくださるかもしれないんですけど、長野全然詳しくないんだよねっていう方、正直大丈夫ですか？私ちょっと心配。なんか疎外感とか感じさせてしまってたら申し訳ない。そんなつもりは一切ないんですけれども、ひたすらメモってます、ありがとうございます。あ、大丈夫？ごめんね、もしさ全然わかんないし何話してんのか全然楽しくないみたいな思われてたら本当にごめんなさい。やっぱり地元の話って楽しいからさ、ペラ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 話しちゃうんですよね。いつか実家の住所言っちゃいそう。さすがにないけど、あ、もっと聞きたい、本当に？ハラシンもある、ハラシンもありますよ、もちろん。ハラシンで、そう、私の中のねハラシンエピソードがあるんですけど、聞いてください。加入前にさ、ポッカ札幌さんとコラボしてたじゃないですか、 NGT が。シール、ペットボトルにさ、シールとかステッカーとかマグネットとかラベルとかついてたじゃないですか。その時にやっぱ新潟限定なんですよ、それが NGT だから。でもうね、母に一番近い上越じゃなくてなぜか長岡に連れてってってねだってて、マグネットが貼ってあるんですよ。なんか キーボードじゃないや、あのホワイトボードだったりレッスン上の靴入れとかにも、いろんなところにもう至る所にマグネットがあるんですよ。でニアさんが卒業された後に
あのマネージャーさんがこれをくださって、ゆめたんこれあげるよって言われて、ゆめたんアニャ推しでしょって言って、ゆめたんアニャ推しだからこれあげるよって言われて、クニャーさんいただいたの。これずっとお守り代わりにずっとリュックの中に入れてる。だからこれ多分劇場でついたえっていう文字、何えって、これもう3年近くずっとリュックの中に入れてる、カバンの中、お仕事に行く時のカバンの中にお守り、私の。羨ましい？羨ましいよね。にゃんさん B とかあるの分かんない。でも何の絵なんだろう。多分ホワイトボードにさ A って書いてあって、ポンそのままその上に貼り付けたとかじゃないですかね、分かんないけど。ちょっとお顔はねもう卒業されてるのでお見せできないんですけど、後ろ姿だけ。マグネットもいい香りしそう。無臭、多分私の匂いがついてると思う。無臭です。ちょこの絵だけ見たら私ヤバい人じゃん。なんだじゃないよ。期待しないでください。でも私ってどんな匂いがするんだろう。自分の匂いって気になりませんか。待って今の言い方すごく嫌な言い方しちゃった。ちょっと一歩間違えたらちょっと嫌な言い方しちゃった。自分の香り、ちょっと待って分かんない。どんななんだろうって思いませんか。自分のさ自分の香りってわからないじゃないですか。もう手遅れだよじゃないよ。赤ちゃんに、あでもね初期の頃はめっちゃ言われてた、みんなに、ゆめたんはミルクの匂いがするって言われてた、なんか赤ちゃんのミルクの匂いがするって言われてた。でも安心してみんな、弟お墨付きだから。弟があの私の家に来た時に、私本人には言ってないんですけど、母に「ゆめんちの匂い、お花の匂いがした」みたいな、僕の部屋もあの匂いにしたいって言ったらしい。私には言ってくれない、やっぱね、そういうお年頃なので。そう最近ね、青に夢のなんか私物を、ちょっとなんか言い方ちょっと悪いんですけど、夢の私物を書かれて、ちょっと言い方悪いんですけど、そう青に夢たんの匂いがするって言われたんですよ。なんだっけな、なんか忘れちゃったけど、なんかなんだろうな、ポーチとかかな、わかんないけど、巾着か、巾着を嗅がれて、嗅がれてって言い方よくないけど、そう青が嗅いでて、ゆめたんの匂いがするって言われたんですよ。で、ゆめの匂いってどんな匂いって聞いたら、なんかお花の匂いって言われたの。皆さん安心してください、私アイドルです、ちゃんと安心してください。ゆめたんの匂い、お花です、自信持って言います、他人からの評価の花で。いいね、ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。安心した、なんだと思ってた。私めっちゃ香りフェチ、なんか香りが好きなんですよ、香りもの、香料が好きなんですよ。香料っていうのかな。花束ありがとうございます、お花もありがとうございます。だからめっちゃいろいろ香水変えちゃう。
すごいめっちゃね毛並みができてきた。みんなが変な話で盛り上がってるうちに私が原因私が発端。見て今こんなか、あ待ってもうちょっと埋めたい。今こんな感じ見てめっちゃ埋まってない？今日中に埋められるかな。あ、馬ありがとうございます。意外と進んでるでしょ。私だんだん早くなってきた刺繍。すごいねこれ。ちょっと結構同化してるんだけど色伝わる。嬉しい。めっちゃ麦わら帽子の編み目みたい。ハートありがとうございます。馬ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。ハートと音符ありがとうございます。あれだ、あのステッチだ。なんだっけ、オルタネーティングステムステッチでした。オルタネーティングステムステッチ言ってないと忘れちゃう。めっちゃ進めた。ちょっと面白いですね。そう、私ね鶴屋のおすすめのね商品があるんです。鶴屋って長野県の系列のスーパーなんですけど、そこの小魚と小魚とくるみのなんかねあるんですよ。なんかおつまみみたいな商品。絶対伝わらないと思うんですけど、よく母に仕送りしてもらうときに送ってもらうんですけどっていうぐらい好きで、今も家にあるんですけど、もう鶴屋行ったら絶対買ってほしい。なんか鶴屋の鶴屋オリジナルのところにもあるし、レジ横にもある。危ない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 。レジ横に売ってる。夢は 2,3 個買って帰る。バター風味、なんかね味噌とかでもいろいろあるんですけど、3種類ぐらいあるんですけど味噌系です。どちらかというと食べていただきたい。本当に美味しいの。あとちょっとだよ。オリジナル商品、そうですね。なんかちょっと他の名前を出すのなんですけど、あのトップフラフィみたいなちょっとお名前出すのあれなんですけど、あるじゃないですか、トップマリオみたいな感じ。鶴屋のオリジナルいろいろある。そうなんですよ、ななこさんも結構
おすすめされてると思うんですけど、あしょ皆さんがご存知のあちらのオリジナルブランドのような感じです。そういう系、そういう系列系統、そうそう、話の分かる皆さんでとても嬉しいですそういえばさ、皆さん全然違うお話なんですけど、皆さんラジオ聞いてくださいましたか？ SINGT、 あれ以来ずっとショールームをできていなかった気がするので、今更ながらなんですけど、月曜日に放送された SINGT、 皆さん聞いていただけましたか？今オーディでも、オーディのアプリを入れるだけで聞けるので、ぜひまだ聞いてないよっていう方は未公開シーンも含めてオーディで聞いていただきたいんですけれど、オーディの完全版も聞いたよっていう方はいらっしゃいますか？それともリアルタイムでだけで聞いたよっていう方ですか？やべえ、どっちも聞いてねえ、肩見せめえみたいな方もいらっしゃいますか？誰もありがとうございます。完全版を聞いた方がいいですって、ありがとうございます。そう、なんか完全版だと曲がオンエアされているところのなんて言うんですか、お話も聞けるんですよ。そう、なんて言うんですかね、オンエアリアルタイムの方だとなんか曲中のそう雑談とかもは聞けないんですけど、オーディさんの方だと雑談も聞けるんですよ。それに私は命をかけていました。いかに差別化を図るか私は必死でした。聞いてるから肩身がひどいです。あ、新しい方ありがとうございます。誰もありがとうございます。そう、たくさんね、聞いていただけると、そのオーディさんのランキングの方に反映されるみたいで、だから皆さんたくさん聞いてみてください。今暇だなみたいな、今から30分暇だな、25分暇だなみたいな時があったら、もうそれは SINGT です。せめえですせめえか、あ、そろそろ時間、ありがとうございます。メールを書かねばいけねえな。ハタありがとうございます。そう、次週もね、エッサ私たちでお届けするので、ぜひお楽しみにお待ちください。そう、この間ね、ニャンニャン公演とサメカツナだったんですけど、たまたまその今週のラジオに出演させていただいたメンバーがいて、サーヤとアイナと、しかもそれ気づかなくて、途中までなんか着替えてる時に、帰り際着替える時に衣装から、たまたま衣装部屋でいたのがサーヤとアイナで、かわいい、ありがとうございます。シェルもありがとうございます。そう、私が、え、待って、ラジオ面じゃんみたいな言ったら、いや、ラジオ面はダサいって言われちゃう、言い方が。よし、メールを書きます。人でありがとうございます。シェルもありがとうございます。顔もありがとうございます。よし、自撮りするよ。
皆さん今がスクショタイムです。なんか漏れない。あ、縦だ、来た。よし、人手ありがとうございます。ティティティン、あ、めっちゃブレてる。まあそれも味かわいい、ありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。めっちゃブレてるの送る。あ、ミラボラありがとうございます。漏れた、本当。今日の写真は3枚にいたしましょう。よし、メールを書くよ。そう、今日ねあれを見たんです。ガールズプラネット999999。先週1話が放送されたんですけど、日韓中の女の子のオーディション番組なんですけど、それがね結構長い時間あるんですよ。2時間半尺が。でなかなか見れずにいたんですけど、ゆなこと今日こそ見ようって言ってゆなこと電話しながら見てた。電話しながら見るってさ、可愛くない？私たち何事も電話しながら見るんです。番組ドラマとか一人で見たくないで、なんかもういい感想をリアルタイムで感想を言いながら見るのが好きで、私たち可愛くない？かわいい、ありがとうございます。推しメン見つけた、めっちゃいるね、増えちゃった。あのね、ゆめちゃんっていう子がねいらっしゃるんですよ。勝手にもうほんとゆめちゃんなんて呼んでいいのかわからないんですけど、そのもうゆめちゃん、お名前がゆめちゃんっていうだけで私簡単に親近感を覚えてしまって、もう勝手にあの応援させていただいてるんですけど、推しめっちゃ増えちゃった。もうね3カ国の推しメンいる。もう各国に推しメンいます。でもミュウミュウと推しメンかぶった。頑張れ頑張れ。めっちゃお腹鳴ってる。推しかぶりダメな、私は全然ウェルカムなんですけど、なんか気まずくない？あ、推し一緒みたいな。でも一緒に応援できるっていいよね。でもなんかみゆみゆの方が先に、みゆみゆはちゃんとリアルタイムで見てたんですって、だから先にその子を見つけたんですけど、私は今日見たわけだから、もうみゆみゆ、もうみゆみゆの推しメンっていう、もう先入観ありで見てるじゃないですか。だからもうみゆみゆの推しメンだから好きになったみたいな、思われたらどうしようみたいな変なプライド。私も多分みゆみゆがみゆみゆの推しメンって分から何知らずに見てたとしても、きっと私、あ、この子好きってなってたと思うんですけど、なんか
ミミが好きって言ってて、それを知った上で見たから、なんか勝手に気まずいなみたいな。わかりますか？よし、メールを送りました。よし、お星様ありがとうございます。つまりミュウミュウが大好きすぎてミュウミュウとしか見せたって思われちゃうじゃん。それが恥ずかしくて、私は。いや、それも確かにあるんですけど、それも確かにあるんですけど、別に違うんです。シンプルに好きになったんです、私は。だけど絶対にそう思われてしまうのが恥ずかしくて。よし、あと1時間でどれだけ進められるか。皆さん、今日 NGT デーなのご存知ですか？最近月一でやってくださいますよね、ショールームさんの AKB48 グループの各グループのフィーチャーデーっていうのが1ヶ月に1回設けられてるんですけど、今日は NGT デーなんです。実は辰野年子ありがとうございます。アバターもらってありがとうございます。それってさ、ガチャガチャなんですか？私ちょっとあんまり詳しくないんですけど、なんか必ずしもこう推しメンのアバターがもらえるっていうわけではないんですか？ガチャガチャができるの？私もしたい。どうしよう。でもさ、全然別のグループさんのさ、私の推しメンのアバターゲットして、それに着替えてて、もう本当に完全に自分のアバターを忘れててさ、例えば同期のコメント欄、あ、同期のショールームとかにコメントして、え、夢全然あの STU さんのアバターだよみたいな、だったら恥ずかしいな。あ、ガチャガチャなんだ。それは大変だ。みんな頑張ってくださいませ。でも最近のね、悩みがあるんです。最近気がついたら、全然もう全然なんだろうな、あの48グループと関係のない方のショールームを開いて